てかなんか硫酸ドッキリします。今からさては硫酸ドッキリベンガーサーキムさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。花尾です。いつも動画見てます。ありがとうございます。いつも動画作ってます。最近コロナウイルスが流行ってますよね。はい、もうめちゃくちゃ、はい。それでツイッターで流れてきたニュースで、はい、ちょっと気になることがありまして、はい、どうやら日本で感染者が少なかったのは日本語という言語がどうやら唾が飛びにくい言語であると。あー、なるほど。なんかまあ例えばこれはペンですと This is a pen みたいな感じでそんなの言い方やして、まあ、その実験するんやったらエアコン消さない。そう、実験するんやったら、まあ、そこに気づいたお前やっぱり。いやだからそう、外的要因消さない。まあ、ツイッター民にはね、うん、バカかと、まあ、まあ確かにお前バカかというふうに、まあ、あしらわれてたわけなんですけど も確かに日本ってわびさびあるからね、うんうん、アメリカとかやったらナイアガラの滝ゴーって言うけど日本獅子落としやから。そうやん。あー、なるほど。はいはいはい。ゴーとポンやったからね。ポンの方が強い。ポンの方が強い。強いんやけど。もうパビブメコが強い。あ、それ結論やから、ほんま下げたかね。あ、ごい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 。今日の結論であるであろう。破裂音。破裂音って言ってるぐらいしか。間違いない。間違いなさすぎる。まあ、そこで私はね、疑問に思いました。はい。日本語で一番飛沫感染しやすい単語とは何のか。あー、なるほど。これ気になりますね。そう、まあこれって花伝の種になりませんかと。まあもう花伝の種じゃん。これだよ。というわけでナイケットパセオウィズピン。そう。よーし、じゃあいつでも。よし、行きまーす。まずあー行きまーす。あ。マイナス、やっぱ2かな。嘘やん。こんなやったのに。嘘やん。何か。で、次、あーいきます。あー。あー。3。次、愛でございます。愛。3。次、哀愁の愛。はい。愛。いや、同じっすよ。同じっすよ。次、愛愛。0。愛、あーい。マイナス2。嘘つけよ。嘘つけよ。こんなにこれ当てしなすぎる。これここ最近でいっちゃう好きかも、この動画。続きまして、アイーン。ちょ、やめなくなってきた。アイウチ、アイエン、アイエンキエン、アイオイ、アイカ、アイカギ、アイカタ、アイガモ、アイカワラズ、アイゼン、アイゼン妙王。ちょっと笑ってはいけないこれ。ちょっと笑ってはいけない自称が。ほんまにこれ全部やんのこれ。ちょっとだけもう。そうですね、もう。あれあれ。そろそろ帰着にかかるからね。あ行でパ行がつくやつにするか。じゃああ行でパ行つかへんやつ全飛ばしね。パ行が答えって分かってるかも。大体ね、もうね、調べによるところで言うと、パ行が怪しいっていうのは分かってる。分かってる。ちょっと待って、これさ、なあなあな、はい、これカタカナなしなんやんな。うん、あ行、終わりました。あー、やったー。ポポポポーンっていう CM もあったけどな。ポポポポーンやってみて、一回。あの、AC のね。AC のね。ポポポポン12。え、マジでない。全然ないで、ほんまに。全然ない。全然ない。あの、サバサバ言ってみて。ちょっと一回言ってみよう。いけてみ。仕事来たでお前。サバサバマイナス5。あれ来た。タバコを続けざまに吸うサマスパスパ。いきます。スパスパ。え、40。マジか。え、ちょ、もう一回確認しよう。もう一回行くわ。いきます。スパスパ。え、5。もう一回行こう。もう一回行こう。平均値取りたい。これはスパスパ。ほら、でも全然動かへんこれ。スパスパ。お前、イコジになるな。え、でもなんで飛んでるか自分でも分からへん。確かに、え、不思議やな、これ。運ゲー運ゲー運ゲー結構。え、すごくないこれ、面白。スパ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 。あ、当たりどころなんちゃう、やっぱり。当たりどころ感かもしれん。っていうさ、っていう、いらん方の、いらん方の技術磨いちゃったよ。当たりどころかもしれん、これ。競技じゃないんよ、これ。これにおけるコツつかんでは意味ないから。誰がこんな顔、こんな競技東京五輪で採用するのお前。マジで。数、もう一個ある。スポン。お、23.4。もうそれ、縮くか。縮くか。縮
ジ行くかお前。いいのあるよこれ。脱藩、藩を抜けて浪人となること。脱奮ちゃうわ。ちゃうわ。スタミナさんモスがあるから。シンプルに絞れた。しかも何のひねりもなく。脱皮33。脱筆19。脱奮お、すげえ50。これでさ、エンディングに脱奮って甘書きたない。脱法あの、脱奮からの脱法のさ、やる気のなさ、あんまりがお前。違う違う、脱法に脱法。お前、なんでなの。いやいや、お前の願いじゃない、それ。お前の願いじゃない。お前がもう馬なってるんですよ、それもう操作。じゃあこれもうコウキ君がやらんでもさ、俺が多分こうですよって言ったやつ恣意的に止まられる。次ね、短波、短い波と書いて短波。短波ゼロゼロです。短波こう、そんなんしたらわかん。そんなんしたらわかん。意味ないって言って。だから短波だったらもっと言ってましたよ。あー、短波ね。一回やってみる、一回やってみる。短波はやばそう。パンパ。70ぐらい。次、一応な、一応先入観隠すために精度上げるために目つぶってんだ俺。どれぐらいいくかなとか思ったら、ああやばい、だからティッシュ見ずに短パンとか言うので、実験者もちゃんと成長する。じゃあ俺も成長してんだ。成長したらダメなんですよ。これだ、次優勝候補。え、優勝候補。タンポポ。ああ、なるほど。っていうワン、はい。タンポポ、うわぁ、ゼロ。法則性わからんねん。法則性わからんねん。法則わからんねんけど、わからん。なんかあのティッシュのやつってやっぱ粘とか雇ってるタイミングある。あるかもしれん。だから今ちょっと春過ぎちゃったやんか、もう夏気に気らしい。夏気に気らしいやからわかんのじゃん。衣干す調やから多分わかんない。衣干す調やから。まあまあまあ、暫定1位なんなの。暫定1位は今スパスパです。いや、やっぱ強いな。電波ゼロでしょ。ゼロ。よく分かったよお前。これだって、だからさっきの「ん」の後の作業は弱い。弱い。おお、すげえ。これでも結構おもろない。おもろい、おもろい。深いな、でもこれ。ホンマに意外と深い。ポーが弱い人あります。ポー弱い。それはあれ、なんかやっぱパピペペボの中でもやっぱ強さが。パピペペボの中の強さ、最後さ、大小関係出したくない。そうっすね。あ、来ました、作業。まずはパー。あ、これ優勝候補。これ優勝候補。優勝候補あるよ、パー。パーだが。なんでパーみたいな言い方でもするか。あ、これでもちょっと強そう。バフン。バフンね。はい、行こう。いきます。バフン。56。おお、ここに来て、ここに来て、馬のクソが。暫定トップ。暫定トップ。よっしゃ、スパスパ破れる。マジか。まあこれはこれは波乱の展開。え、脱粉強かった。脱粉も、脱粉今3位ですから。さっきバフンで56位じゃないですか。バフンになったところなんとかって。何、バフンに。いきます。かわいそうでも確かに。バフンに。うわ、80。これ実験結果なんかなんか、確からしそうな気配してる。確からしそうですね。確からしそうな気配してる。いや、でも、今のはでも、バフンってなんか、バに、フってその後に、息を吹きかけるから、フーンってやって、フっていうなんか、風なのね。いや、その、追い風。追い風が吹いたんや。そう。なるほど。うーやん、多分。息を吹きかけるの。そうそうそう。で、あーで、爆発やん、多分。そう。だから、バフーとか、スパスパの間のパースーとか。うん。これ、緊急結果出てない。結果出てない。マジでめちゃくちゃなんか的を得てるから言ってるもん、これ。的を得てるから言ってるよ、確かに。お、でももう終わりました、多分。マジか。お、来た、終わり見えた。おー、ね、終わりました。おー、終わったー。すべての国語辞典の単語調べ切りました。本当に。でもまあ、信憑性は高いと思う。はい、じゃあトップ10発表します。はい、よし。そう、10位が、ペチャクチャ。なるほど。9位ポチ袋、8位がプンと、7位がペロペロ、6位がポン引き、5位が、脱粉。4位がほっぺた。あー、はいはい。3位が
スパスパ。あ、スパスパ3位まで落ちたんや。そうなんですよ。で、やっぱ2位が、バフン。はい。1位が、バフン。結構、ここは。圧倒的だよ、ね、今。なんかもう、で、これって、こうやって機能法的にもでも、バフンっていう単語が強いってことは。いや、強い。それはそう、ほんまに。バフンが、例えば1位で、バフン2が60位とかやったら意味わからんもんな。そうですね。じゃあ、ここから、再度さ、測定し直し行きましょう。行きましょう。3回測定しよう。3回、じゃあ、ペチャクチャもう1回ね。ペチャクチャ。うわ82。ライ。ペチャクチャ。70。いや、すごい。K.5 超えを果たしました。K.5 超え果たしてないわ。先週。10位がいきなり銀メダル候補。金メダル候補。だから、あれや、初回では本気出しなかったもん。あ、それはあれなんだ。あれ、ボルトが、あれね、うん、あの予選ではちょっと抜いて走るっていう。わー、次。はい。ポチ袋。ポチ袋。わー !21。ポチ袋。おー、最後で72。俺次第はい、ということで、すべての検証が今、終わりました。ということで、今から、まあ、5位から発表していきたいと思います。行きましょう。それでは、キム君、お願いします。はい、第5位は、ドゥーン、プントでございます。プント。55。考えてんもんな、数字。プント選手ね。何に言おうやんか、はい。ポーランドのね、プントのポイント。54.6 でございます。あ、だから 54.6 度、はい、アベレージが、アベレージでは、はい、第4位バフン。バフン62。おー、ここでバルサが来ました。バルサですか。バフンがですね、はい、56.3 となります。あ、だから54と56、はい、なるほど。だからちょっと僅差ですね。はい、では第3位、ついにトップ3。3位、ペロペロ。なるほど。ペロペロ68。あ、でもいい、はい、まあそうね、まあ、ペロペロってよく使うもんね。でも、まあ、でも確かに小池さんも言ってたもん、夜の街危ないって夜の街危ないって。そういうことやっぱ知ってたんや、小池さん。やっぱこれやってたんや、ね、実際に。そうやと思う。だから飛距離 72.6。 うわー、飛ぶね。だから結構もうそっからプラス10以上いっちゃったんや、ね、じゃあもう優勝発表していきましょうか。優勝、はい、じゃあ次も優勝発表しよう。じゃあこの単語だけは言ってはいけない。この単語だけは言ってはいけない言ってはいけない、このご時世に。はい、はい、ということで、では栄えある第1位。第1位、これあいつか、これか、これか、誰だ。バフーニー。おーい、バフーニー。おー、やっぱバフーニー強い。80。やっぱバフーニーが強いバージョン。何、ウニがやっぱ最後の後押ししてるから。いや、あるある、最後の後押し、ウニの後押しが多分これあの前代未聞なんや。最後なんか最後恨みの一撃みたいな感じ。確かにペチャクチャやと思ったわ。いや、俺バフーニで押してたから。え、どういう感じですか。ペチャクチャ選手が、はい、ペチャクチャ選手って何。ペチャクチャ選手が、はい、75.6。あ、75.6、75度超え、はい、はい、で、バフーニ選手が79でございます。うおー、ほぼついちゃう。幅79。ケアなバフにターボついてるもんな。ウニだけで20以上伸びてますからね。71。俺も最後も全員みんな本気出してくる。なるほど、本気出してか、お前が本気出してる。お前が本気出してる。でも俺はあのここに来てペロペロ、8。ペロペロ、あー79。もうポン引き、あ、全然いってない。17。タップ5。タップ頑張ったね、今の7。え、上がってくんないって感じだね、決勝に。上がってくんない。脱粉マジ、脱法してた。脱粉脱法してた可能性あるな。ほっぺた
おお、32。はい、でもスパスパ。45。スパスパ。52。